断したか。負けました。あなたこそ究極の遊び人を名乗るのにふさわしい。あんたを課長にしておくなんて、神羅は見る目がないな。ありがとうございます。それじゃあ皆さん、新たな遊び人の誕生を盛大に祝いましょう。遊び人はいいのか。もういいんです。部下たちの前に立って上とやり合えるのは私だけですから。神羅魂か。
え、課長魂です。